大変お待たせいたしました。2023年春の売り出し本番でございます。今回の売り出しは4月22日土曜日夜の9時に販売を開始いたします。販売先は先日動画ですでにお伝えをしておりますが、これまでのメルカリではなく新しくベースに出店をしておりますので、概要欄のリンクから一度店舗のリンク先ご確認をあらかじめいただけると幸いです。ベースに販売箇所を移しまして、今回より商品価格と送料が別になっております。同時に複数店ご購入の際には送料は自動的に1つ分の送料ということで計算をされますので、ご確認いただけたらと思います。また今回の春の出品なんですが、前回の冬の売り出しの際にもお伝えをしておりましたけれども、今回の春お出しできるものがたくさんないんですね。また今年の冬に向けては物を増やしながら頑張りたいなと思っているところではありますが、この春に関してはできましたら板付け株に関してはですね、お一人様2点までとしていただけたら嬉しいなと思っております。スマホの操作がね、早い方が買い占めていってしまったとなるとね、冬の売り出しに関してはちょっと時期が遅かったこともあって、寒冷地の方がね、購入を遠慮されてたということもありますので、できるだけたくさんの皆さんのところに我が家の胡蝶蘭が行きますように、皆様ご協力をいただけたらと思います。ただ3点以上ですねカートに入れた状態で決済に進んでも、そこで決済ができないわけでもありません。私がその内容を確認した上でどれかをキャンセルするわけでもありません。ただ私がお願いしたのにこの方は聞いてくださらないんだなと思うだけのことでございます。どうかよろしくお願いできたら嬉しいです。はい、ということで最初のね一番大事なちょっとお願いの方をさせていただきました。そして、今回の春ですけれども、昨年の春と同様今咲いているものがほとんどなんですけれども、このお花は全て切らせていただきます。ちょっとねもったいないと思われる方もいらっしゃると思いますが、咲き始めてから時間の経っているものもありますのでね、春は花終わりのものだとご了承いただいた上でご購入いただきますようにお願いいたします。はい、では早速ですね、ずっと写しておりましたこの3株ご紹介させていただきます。116番117番118番シーナズリンゴピコちゃんの3兄弟です。シーナズリンゴピコちゃんはですね、この小さいお花が特徴で、結構ね密になってわさわさとこう房状に咲いてくれるっていうのが特徴ですね。花数が多くて密集感の可愛いお花です。そして株がね結構小さいので場所を取らずに置いていただけると思います。今回この3つはすべて板付けです。根っこはしっかりと張っているものを3点見繕いました。で今回もですね、私が作ったタグをそれぞれの株にお付けしております。まあ、中には手書きのものもあったりねしますけれども、私が自分で株の管理に使っていたものをそのままお付けする形です。このシーナズリンゴピコちゃん3つのうちですね、ここの118番だけ実は秋にですね、葉っぱがこの頂点の葉っぱが1枚取れてしまって、それから新しい葉っぱが出てきていないんですよ。これをね、私は隠して販売するつもりはありませんので正直に申し上げて、かつですね、こちらは半年前に体調を崩していた株ということで、一応難ありということにさせていただいて、お値段もそれなりにさせていただきますので、まあ、状態の方もご了承いただいた方にお願いいたします。はい、では続いての2株です。こちらが119番、そしてこちらが120番の株です。こちらは両方とも着生剤はコルクでございます。でこちらの119番はですね、もう板付けから3年目に入っておりまして、結構我が家でもね年季の入った方ですね。
非常に仕立ても気に入ってはいるんですけれども、今年もたくさん板付けをすることになりそうで、スペースの関係上出品をさせていただきます。お花の顔はこんな感じ、イエローのベースに中央から濃いピンクのグラデーションが入っているような形ですね。コルクの形はちょっとね変わった形をしております。ちょっと小さめのねベースですね。で、後ろまでこんなにびっしり根っこが回っております。結構イエロー系ね少ないので、まあ、イエローとピンクの愛の子ですけれども、まあ、この子すごい可愛いと思います。はい、そして次こちら120番ですね。こちらはお花のお顔ビッグリップタイプで、白のベースにたくさん紫が入るタイプですね。こちらは、三角っぽいコルクにつけています。こちらがこんな感じ。こういうランダム系の模様のねお花とか結構人気があると思います。またこのビッグリップもね、他のお花とは全然違う表情でとっても面白いと思います。お気に召していただいた方よろしくお願いします。はい、続いての3株を紹介します。121番、キャラックのピンクほのか。122番、ロイヤルウェディングです。こちらの2株はちょっとお花が咲くのが早かったのでね、もう株に負担をかけないようにお花は切ってしまっているんですが、そのお世話の甲斐もあってどちらともですね、もう新しい新葉が、ちょこっと顔を出しておりまして、ちょっとカメラではね映りきらないかもしれないんですが、もう春のね成長期に入っております。ぐんぐん成長中でございます。お花はこれまでの動画でもたくさんお出ししてますので、覚えていていただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、一応お花の見本の写真はね動画の中に差し込んでおきますのでご確認ください。どちらもね丸みを帯びた綺麗な大きな葉っぱで、お花がなくてもね十分鑑賞価値がありますね。結構ね太めの根っこがしっかり生えてまして、健康そのものとってもいい2株です。そしてもう1株こちら、この株今回出しちゃいます。これまで動画に何度も何度もお出しをしておりました黄緑ちゃんですね。この綺麗にねお行儀よく並んで咲いてくれる様子が本当に好きなお花です。でこちらは去年ですね株分けをしてコルクにつけた親株の方なんですよ。昨年株分けをしましたけれども、もうすっかりね株の状態も落ち着いて、これだけ立派にねお花を咲かせてくれるようになりました。我が家にはですねこの黄緑ちゃんの子株ちゃん、この子がねもうすっかり元気に咲いておりますので、もう黄緑ちゃんはねもうこの子がいてくれればいいやという感じなので、今回はこちらの黄緑ちゃんでお出ししたいと思います。私は黄緑ちゃんと呼んでますが、まあ、正確にはねレモンイエローみたいな薄くて綺麗なイエローのお花ですね。で、私がこの黄緑ちゃんと呼んでいる理由なんですが、もともとナナシーちゃんだったんですよね。なのでこのタグにもですね私が呼んでいた愛称黄緑ちゃんと書いてあります。私がずっと可愛がっておりましたけれども、新しく可愛がってくださる方のところへお嫁へ行けたらいいなと思っております。はい、そしてこちらがですね早くも今回お出しするコチョウラン最後の2株のご紹介です。こちらは、見ての通り白の大輪が2株あります。両方とも、板付けなんですけれども、白の大輪にしてはこちら少しね小さめの板ですね。もっと大きめの板につけてもいいんですけどもね、これはちょっと一回りぐらい小さめな板につけてあります。なのでねもう根っこがはみ出しまくりですね。白の大輪らしいもう旺盛な根っこ、ぜひ可愛がってください。番号はこちらが124番、そしてこちらが125番ですね。で、124番の方は一時期ですねちょっと肌荷の被害を受けまして、葉っぱに少し傷が入って折れ曲がってしまいました。ちょっとイラストのウサギの耳みたいにちょっとなっちゃったんですけどもね、今この株自体の健康状態には全く問題ありません。そしてこちら125番の方ですが、こちらねビニールの紐がかかってるんですよ。これがね
この上側の根っこがしっかり張る前にですね、ちょっと株が重たいかなと思って、株の根元を支えるためにね、もともとつけていた紐だったんですけれども、株自体はですね、もうしっかり完璧に活着していますので、もうこの紐は必要ないんですが、まあお花がね、ちょっと重そうかなと思って、ずっとこの紐をつけておきました。まあ、今回はこのままお送りしますので、購入者様の方でこちらは取っていただいても大丈夫です。今回はね、ちょっと2株しかお出しできませんが、この白の大輪、やはりね、この存在感、そして花の美しさ、やっぱりもう言葉がいらないぐらいですね。お気に召していただいた方、ぜひよろしくお願いします。はい、そして板付けの株としてはこちらの2つで出品株最後になります。最後の2つはこちらデンドロビウムですね。126番、こちらがデンドロビウムリンドレです。で、リンドレの中でもこちらの株はフロリダサンシャインという個別名がついています。このフロリダサンシャインという選抜株がですね、花付きがいいこと、そして花の形がいいことというので有名な株ですね。で、今このフロリダサンシャインを買おうとするとかなり高いんですよね。で、私もちょっとこれね、出すの惜しいぐらいなんですが、まあうちにはまだフロリダサンシャインありますのでね、今回はお出ししようと思っているんですけども、こちらの今花芽がついております。で、胡蝶蘭の株に関しては花芽すべて切って配送させていただきますが、このリンドレーに関してはこの花芽つけたままお送りします。丁寧に梱包させていただきますので、お受け取りになる際もですね、開封の際ぜひ気をつけて取り出していただきたいと思います。はい、そしてこちらもう一株ですね。こちらはショート動画で咲いてる様子をご報告しておりましたが、カシフレークという名前のデンドロですね。バルブの長さが、私の、人差し指より少し長いぐらいですかね。結構バルブの本数もあって充実をしております。そしてね、何よりとにかく、しっかり根っこも増えて株が安定しています。今回の冬にはね、花が少し少なかったんですけども、ここまで安定して根っこも張って育っていれば、今後の管理次第でどんどんお花増えてくれると思いますので、ぜひ可愛がってくださる方いらっしゃいましたら、こちらもよろしくお願いします。今年新しく出ているバルブがですね、現在4本ですね。また楽しみに育てていただけますように。ちょっと強健なね、デンドロが欲しいなと思っていた方、もしいらっしゃったらぴったりだと思います。もう板につけてから2年以上3年目に入っておりまして、結構ね、板にも年季が出てきてるんですよね。ちょっと、割れもありますが、板の強度としては今全く問題ありません。ちょっとね、その板に入った年季とかも十分ご理解いただける方にお願いしたいと思います。はい、ということで今回の出品株の紹介は以上でございます。購入に関してのお願いですけれども、今回からは繰り返しで申し訳ないんですが、出品先をメルカリから、ベースの方へ移転しておりますので、購入時のですね、入力フォームが全く違ってきております。で、今回からはですね、受け取りの希望の日時なども、購入時にご入力いただけるようになっております。購入時に入力しなくてもですね、ヤマト運輸さんで発送する以上、黒猫メンバーズの方であれば実際に発送されてから到着の日時などの変更は聞くんですけれども、あらかじめ受け取れそうな時間の、ご入力をいただきますようにお願いします。で、発送に関しては翌週月曜日、火曜日、水曜日、この3日間の中で発送をしていきたいと思っておりますので、ご希望の日時に間に合うようにできるだけ発送してまいります。はい、ということで今回の春の売り出し、ちょっと出品数少なくて寂しいんですけれども、どうかご了承ください。では4月22日土曜日夜9時でございます。ご縁がありましたらぜひよろしくお願いします。では今日の動画は以上です。